こんにちは、千代です。かわいいでしょ、キャンドゥさんのね、ファイル。以前私がキャンドゥさんでこれ買ったんですよ。ネイルシール用のファイル。これお客様のとこ置いてあって、シールで剥がして封入してくださいって書いてあるんですけど、結構活躍してくれて、入ってるんですけど、ほら、すごいいっぱい入ってたり、便利なんですよ。で、私その時にこれ紹介した時にネイルプレートの方も売ってたよって言ったんですけど、自分ネイルプレートその時まだ1枚しか持ってなくて、こっち買わなかったんですよ。そしたら動画を見ていただいてる方から、じゃ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 ーん、ネイルプレート用ファイル。なぜかっていうと、私の動画をね毎回見ていただいてる方なんですけども、千代さん最近ネイルプレート増えてきたみたいだからって言ってこれ送ってくれたんです。嬉しいです。キャンドゥさんまで1時間かかるんです、こっから。ありがとうございます、助かります。で、初めてこれ中開けた時感動した。こんななの。しかもね、ファイルがネイルシールの方、あ、ネイルシールのねファイルね、これちょっとまだ買ってない人はあれなんですけど、もう買っちゃった人は多分知ってると思うんですけど、ここの糊付けが甘くて、結構シールを入れた時にここ貫通しやすいです、ブスって。だからこことここ離れてるって 1,2,3,4 なんですけど、ここが合体しちゃう。ね、それは多分これに限らず、よく100均さんにあるこういう、なんだろう、写真とかハガキとか入れるファイルもここののり付けが甘くて結構合体しちゃったりします。これが薄いですね。まあそれも承知で、まあ綺麗にファイルはできるよっていうぐらいですかね。で、それと違ってこっちのネイルプレート用ファイル、めちゃめちゃこれ1枚1枚がすっごい分厚いんですよ。硬いんですよ。それでここののり付けっていうか、のり付け超えてますよね。すんごい丈夫なんですよね、頑丈。絶対これ貫通しないみたいな。まあ増えたといっても私今そんなじゃないんですけど、でも傷はつかないし、これで、でこれほんとよくできてますよ、こっちのネイルプレート用。ここがなんか柔らかいのかな、これ。あ、ごめん、私ゴム手してるから素材わかんないや。すっごい頑丈なんです、とりあえず一つ一つが。なのでたとえ1枚だとしても、これはかなり必需品かと思われますね。プレートに傷がつかないみたいな感じです。ということで、今日はどれ使おうかなーと、お前決まってんだろうみたいな。そう、これ3つ目のこれね、セリアさんで売ってらっしゃるこのリゾートですね。これすいません、見ている方にいただいたんです、私。ありがとうございます。全部じゃねえかお前みたいな。ほんとすいません。これ手に入りません、こちらでは。この海面をこの間使ったんですけども、でこちらがあまりにもいろんな可愛いものがいっぱいあるんで、ちょっといろんなものを作りたいなと思いました。はい、こちらを使いたいと思います。そしてこのファイルおすすめです。たとえ1枚でもな、そのうち増えるよ。で、ちょっとこれはちょっと置いといて、いやー、相変わらずね、何をするんだかね、そのプレートを使うってことしか決まってないっていう、素敵だよね。で、ビデオカメラすいませんね、またプツッと切れるかもしれないんで、動いてくれてるんですけど、私以上に気まぐれなんで。今のところ頑張ってくれてるんだよな。あの日は何だったんだ。まあ人間も体調悪い日あるからね、きっと体調悪かったのかもしれない。ごめんよ、無理さして。今日基本また100均さんのものしか使えません。レジンだけはちょっとあまりって言っちゃあれですけども、ちょっと使い、これを使い切りたいなと。昨日そう一日休んでさ、部屋の片付けを終わらせようと思ったんですけど、ね、
あと 10% 何のパーセンだよね。あと 10% で片付く。だからなんつうの、最後の仕上げがあと 10% です。あれなんですよ、あ、これ百均さんのあの穴が開いてるとか傷がついてるセルを自分でクラッシュしたクラッシュシルオリジナルです。あの、私自分の休みの日にそうちびちゃんも一緒に休ませてるって前に話したんですけど、そう片付かねえマジで。いやでも可愛いから全然いい。どうしてもね、違うの違うの、私それでね、じゃあ邪魔とかそういうのないから、あの土日私がほらちびちゃんと一緒にいてあげられないから、あんまり、いやたまに店に突入してくるんですけど、あいつはあの片付けをするっていう予定ながらも、やっぱりママこれやろうよとかあれやろうよとかいろいろ言ってくるとついやっちゃうんですよね。なので、まあ、普通だったらもう終わってるはずの部屋の片付けが何日間にもわたって片付けてる私です。で昨日とどめつけ、ママこれやろうよって持ってきたのがバドミントンだったんですよ。ここいや外強風だったんですよ昨日、今日もですけど、あ皆さん台風気をつけてくださいね、お前もな。はい、そう、それで外じゃまあまず無理ですよね、バドミントン、強風の中でやるバドミントン。今日ね、おとといね、ちょっと天気悪いんだよねっつって、でその時雨降ってなかったんですよ。で次男はママ雨降ってないよって言う、ね、降ってなくても強風なんじゃいみたいな。まあね、わかんないかな、雨降ってなきゃ。そう、それでなんとかね、でもどうしてもなんかやりたかったらしいんだよね、ずっと持ち歩いてんの、つうか嫌味かっていうぐらいに。しょうがないからちょっとあの家の中でやってみようと思ってやってみたんですよ次男と。そしたらなんか超喜んでくれたから、あのついしばらくやってしまい、でなんでか知んないけど次男がやる前にちょっと待っててって言って、なぜかあの保育園にかぶってってるキャップがあるんですけど、カーズの、それをいきなりかぶっていいよママって言うから、何の真似を、何を見てこいつ何の真似してるんだろうみたいな、なんでそこでキャップ出てきたっていうか、あのテニスやってる方ってあれですよね、なんかかぶってますよね確か、この人なんかでこれ見たのかなみたいな、まか不思議なんですよ次男の行動。でもテニスを見てた覚えなんかないんだよね、あの子がすげえやる気だって思ったから、じゃあこっちもみたいな。いやかぶってないし私は、しかも正座してましたしねとかね、あってね、そんなことしてるうちにね、長男が帰ってきいね、長男のピアノ教室に送りに行かなきゃいけない時間になりいね、あと 10% っすよ、あと 10% あと 10% でうちはちょっと上がってってくださいって言えるような家に生まれ変わるんですよ。つっても今玄関がまず入れない家が片付いてるのに玄関が通過できないっていうことに陥ってるんですよ。あ、そうそうそう、ちょっと皆さんにおつわ、私さちょっと言わなきゃって、別にレジに超関係ないですよ。私生まれて初めて懸賞当たったんですよ昨日。今家にちょっとどんどん荷物届いてて、あの来週の祭りのね時にかき氷始めるって言ったんで、かき氷の機械で、お店着にしてもいいんですけど、私お店そんなにずっといるわけじゃないんで、家で受け取った方が確実なんで家着にしてたんですね。ほいでね、ほいでね、それでね、そうそう、昨日帰ったら昨日だよな、昨日、そうそう、荷物がいっぱい届いてて、あ、そうそうそうだ、ピアノ行ってる間だに届いてて、あ、かき氷の道具届いてる、いろいろね、あの機械だけじゃなくていろいろねと思って、
そしたらその中にこれあと間違えた、あれよ、一箱だけちょっと聞き覚えのない箱があったんですよ。あれと思って、これなんだろうと思って、私宛てなんですよ。で開けてみたら、私前に多分話したと思うんですけど、この YouTube を始める前、ここで壁にぶち当たってて、話ごめんなさい、分かる人しかごめんなさい、動画では話してるんですけどすいませんね。そう、 YouTube を始めた理由っていうのを前に話した時にあって、そう、ちょっと壁にぶち当たってた時に漫画を読んでたってまず話をして、それであとクロスワードやってたって話しましたっけ。私そう、子供の時から、まあいいや、好きなんですよクロスワードは。コンビニとかに売ってるやつです。本屋さんにも売ってるやつ、昔は本屋で買ってたんですけど、今コンビニ限定とかあるからコンビニさんで買ってるんですけど、そう、それをね、それもやってたんですよ実は。で2冊仕上げたんですよ。じゃあ何の自慢にもならねえっつうのな。でもね、いや、そういうね、仕事をやり始めて、店を持って、だいたい壁に、第1回目の壁にぶち当たってたんですよ、その4月の末ね。その時に、ちょっと店で、何にもなんかやる気がないわけじゃないですけど、平日ですよ。土日はやる気なくても混みますから。その平日はやらないです。土日はやらないですけど、平日そう、クロスワードをやってたんですよ。ほんで2冊全問正解で、だから全問正解で送るから、私別に景品は小学校の時からクロスワードやってて1回も当たったことはないので、景品を選んだりはしてないんですよ。とりあえず全問で、全問一気に書けるハガキがあれついてるんで、それで送っちゃうんですよ。切手代もったいないんでそこまでケチ、そう、そこまでケチなの。いや、そんなにケチな人間じゃないですよ私。使うときがあって使いますからね。かき氷だって今回すごいっすよ。かき氷の機械と冷凍庫と、もう一台冷凍庫増やしたんすよ。あとなんだっけ、まあ蜜とか、あとのぼり全部一気に一日で買ってやりましたからね。いや、それ仕事だからね。仕事っつっても、まあ店のお金なんで私は管理してるんですけどね。いやー、マジ本当何も後先考えずに計算もせずに買っちまった。売り上げは後からついてくると思いましたけど、自分に聞かせながら。でも1円でも安いところで買いましたよ、送料とか送料じゃないな、物だな。まず送料はしょうがないですよ。冷凍庫とかめっちゃ高いですからね、送料うん千円ですからね。そんなのケチらないですよ。いいものをちゃんと買ってお客様に提供するし、それ口に入れるもんなんでね、もちろん新品で揃えました。話がだいぶ逸れたところで、貝殻だけまずちょっと硬化していきます。行ってきます。はい、角だけ硬化してきました。砂じゃない、シェルクラッシュオリジナル。そう、それでね、全問正解っつって一気に全問くれるんですよ、1枚で。それで送ったんですよ2冊。そしたらそれのなんか1個当たってたらしいんですよ。で、生まれて初めて当たったんです、私その検証ってやつに。検証、そうね、検証も含め、そのなんつうの、クロスワードもほんと小学生の時からやってたんですよ。で、小学生の時は当たる景品とか見て楽しんでたんですけど、もうそのうちどうせ当たらないってことに気づき、もうそのうちまあ20代前半はやってないな。ここに来てこの間やったのと、なんか冬が近づくとやりたくなるんですよね。つうことで当たったんですよ。何が当たったと思います？私なんだろうこれって、開けても分かんなかったんですけど、その全問正解なんかやっちゃったからさ、当たったものを見てもなんだかわからない状態。ラジオなんですよ。
結局は。でもなんかただのラジオじゃないんですよ。あのまずなんで分かんなかったかっつうと、やばいやばいやばい溢れる、あの箱に商品名書いてあるじゃないですか。でラジオって書いてあったんですけど、字が死に点々じゃなくて地に点々かな。もう多分それで大体のことは分かっていただいたと思うんですけど、それあれですよね、多分昭和初期のラジオをイメージしてるんですよ。デザインもどう見ても本当昭和の初期ですね。でデザインももちろんそうなんですよ。それでなんとかラジオとか書いてあって、実物も持ってくればよかった、みんなに見てもらうと思ったんだよ。見たくないですよね。はい。それでね、それだけじゃない、そのラジオなんか100曲内蔵してるらしいんですよ、曲をね。でもなんか懐かしのあれなんていうの、ショーか、あのね、校舎とか山とか川とかを見て思い出す同志社校舎って書いてあるんですけど、私昭和初期にはまだ生まれてないんで、昭和生まれですけど思い出せないんですよね、それ聞いても。っていうかね、その100曲に全てになんかナレーションがついてるらしいですよ。まだね、使ってないっていうか、使う気にならないっていうか、あの、まあ、それ開ける暇があったらかき氷機を洗いたいっていうぐらい、ちょっと昨日テンパってたんで、外箱を見て、うん、当たったって一応 Facebook では言ったんですけど、これなんだろうみたいなことを言ったんですけど、あ、個人の方の Facebook です。で、一応あの、妹とか親とかにもあのグループがあるんで LINE 送ったんですよ。これ当たったんだけどさ、なんだろうみたいな。まあ生まれて初めて当たった検証だから一応嬉しいんですけど、うん、私じゃないな、パパ向きパパもいらないんじゃないかみたいな、いらないと思う、うん、はい。でその100曲なんかいろいろな曲が入ってて、それに全てナレーション、うん、がついてるらしいっす。ほんと昭和初期だから、まあ一番初めに思ったのが、うちの店、ここの店の2階なんですけど、まあここあの建物自体築100年なんですね。それで2階はほんと昭和、待って、100年だから昭和じゃないよね、まあいいや。一応2階の和室の休憩所は、あの、その、なんて言うんだろう、昭和じゃないんだよ、もっと昔をイメージしてるんですね、私的には。っていう休憩所を作ってあるんですね。あの、私、空間ディスプレイ好きなんで。掛け軸、アリーの、ちょっと古臭いカレンダー大きいの、で、黒電話もあるんですよ、上に。何時代だか不明になってきちゃった、それで。で着物もちょっと古着屋さんで買ってきて、ディスプレイ用で飾ってあるんですけど、ディスプレイで飾ってあるんですけど、まあ着ても別に平気なやつですよ。そうそうそう、そんな感じなんで、2階が店の2階に置いとこうみたいな。でアダプターついたから BGM2 階にできるわと。今まで2階は BGM 流してなかったんですよ。だからそんな時代をイメージしちゃってるんで、何を流していいか分からず無音だったんですけど、これで2階に BGM が、っていうか何の曲流れんだろう、マジ。曲の例とかもね、多分ね、あれなんですよね、歌謡曲とかじゃないっぽいんですよね、なんか。あの、なんだろう、あの、童謡じゃないんだよな。例えば、ふるさととか、私ちょっと前コーラスやったんだよ。ふるさと懐かしい。ふるさとやったよ。ふるさととか、それにナレーションつけるんだ。みたいな。すごいな。ごめん、ふるさとしか覚えてないよ。そんな時にちょっと気づいたら、もう、そう、ピアノの日はね、ちょっとバタバタなんですよね。帰ってきてからご飯で遅くなっちゃって。お風呂入って。その後長男の勉強を見てとかやってたから、
だから忙しいよね、言い訳にするな、はいと思ってるんですよね。そう、時間も自分で作んないといけないんで、ね、売ってないんでね。そんなわけで生まれて初めて検証に当たりました。そしてね、 Facebook にも一言書いたんですけど、うん、ここで運を使いたくなかったって書いておきました。この昭和のラジオで運を使いたくない、もっと他のところで欲しい、なんか嬉しいこと、私嬉しいこと今毎日あるからもうそれで十分なんですよって、多分もうなんかもうやばいかも本当に。そうね、日々毎日皆さんにいただくコメントやね、あの私がお店をやってるから、そのお店目線で皆さんにコメントくれるんですよ。あ、私そうだ、今日ポスト貼り付いてる日なんですよ、イエーイ。まあいいや、それはあの今度の動画で、それはねちょっと本当にマジでちょっと一個動画撮らなきゃいけないなっていう、私はちょっとあの生まれ変わる動画なんで、まあいいや。それでそうそう、私最近そう、そんな皆さんね、そのそうそう、私がお店をやってるっていう目線でメッセージやコメントをくれるくちゃってる、もう本当に。でだから私本当にもうやばい、ラジオが運が良かったわけじゃない、そんなのね、こんなね YouTube で皆さんにいただいてるコメントと比べ物なんですよ。そっちの方が上ですよ。コメント一つもらうだけでもうなんか宝くじ当たった気分ぐらい嬉しいんですよ。私宝くじ買わないですけど、大げさかもしれないんですけど、宝くじ、そうですね、本当に宝くじが当たるよりも嬉しいかも、コメント一つが。大げさに言ってると思ってんでしょ、マジ大げさじゃないから。私あのそんな人生でこんないっぺんにお友達が何百人もできたことなんて初めてだし、しかも日本全国にな。それで私が一人で始めた店、それにで4月はまあ良くも悪くもちょっとそのことで壁にぶつかってしまった時期があった。その時に応募したクロスワードが当たった。ちょっとでもね、それ当たったからそれね、いい思い出だなと思いました。あのそのちょうど YouTube を始めるきっかけ、皆さんと出会えるきっかけになった時にやってたクロスワードなんで、 YouTube で自分の居場所、あとはレジンを勉強しようっていうそのやりがいがあの見つかった。はい、すいません、もう一回待ってます。ちょっと今手抜きしようとしちゃった。からなんかそのラジオがすごいちょっと思い出かなっていう、その時期のその壁にぶち当たってて、まだ YouTube っていうこともやろうっていう気にもなってなく、もちろんやる予定なんかさらさらなかったですし、でもやることやったことによって自分の居場所ができたっていうか、レジンをまず勉強するようになった。その前からしとけよって感じですよね、クラフトやってんならな。違うんだよ、もちろん勉強基本は抑えたわよ、応用よ応用。あとはその皆さんに出会えたきっかけになった、その大事な壁にぶち当たった時代、当たった時代も大事な期間だと思って、その時にやったクロスワードで当たったやつ、このタイミングで当たるってことはこれからもしまた壁にもしぶつかるかもしれないじゃないですか。私、いや必ずぶつかりますよね、人間だから。その時にそのラジオを見たら、あ、私その時これやって、そうだ YouTube 始めて乗り越えられたじゃん、じゃあ今回は何しようって考えられるような人間になってようかなって思いまして、ラジオは誰にも、初め父にあげようとしたんですけど、まあ多分いらないと思うんで、お店に2階に飾ります。そしてぶっ壊れるまで音出します、出し続けます。ぶっ壊れたら飾っときます。あのね、
トロとかに出てくるようなラジオ、見た目は。まあラジオ自体ね、今車でもあんまり聞かなくなっちゃったしね、私。で、AM と FM が聞けるらしいんですよね。この辺だと FM 横浜なんですけど、私車で聞くとしたら。ちょっと2階で FM 横浜流すにはちょっと周りのデザインと合わないんで、それはしないですけど。あ、今日ラジオマジ持ってくればよかった。みんなさんと出会うきっかけになったようなラジオなもんだもんね。今日荷物が多くて最近パソコンも持ち歩いてるんで、で昨日そうだ、あれカインズ行ったんですよ。あの充電器あるかと思ってなかったよでスタッフの人に聞いたんですよ。デジカメの充電で、携帯の充電器ってあんなにいるかっていうぐらい鬼のようにあるんですけど、種類が。それであの担当の人呼んでもらって、すいません、このデジカメの充電器ありますかって聞いたら、あのカインズの方ではデジカメ自体は扱ってないんですって言われて、あ、そうなんだと思って。家電ちょっとあるじゃないですか、私あるかと思ったらどうやら ないらしく、これ見る気にならない方がいいな。そう、それでね、まだ充電器入手できなかった、昨日は。カインズさんにもなかったんですよ。まあ、それ目的はそれだけじゃなかったんですよ。かき氷だから上りとかいろいろ買っちゃって届いちゃったんで、あ、届くって分かってたんで、そう、上りのポール、上りって上りだけ買ってポールついてこないんですよ。だからポールを買って、あとポール立てを買ってとかいろいろやってたんですよね。ちょっと長男いてくれて助かった。次男もいたのは助かってない次男が今あれなんですよ、何でも自分でやりたがりの時期なんですよ。で、まあ大人がやらそれ早いことあるじゃないですか。例えば服を着るときとかもう絶対自分でやるって言い張るんですね。で昨日お風呂出た後もパジャマを自分で着るって言ってたんですけど、なんか旦那が自分がやろうとしたんですよ。で、あ、ダメだよって言って、自分がやりたいって言ってることはちょっとやらせてあげてって言って、でそれに対して直すのもさりげなく直すか褒めてあげたりしてねって言っといたんですけど、そうだから時間かかるんですよ、一個一個がまあでもそういう時期なんで、そういう時期あの大事にしてあげないと、何もやらない子になっちゃったら困るんで、何でも親がやってちゃダメなんだ。そう、親がやれば3分もしない、1分もしない、うん、30秒ぐらいで終わることを、まあ3分か5分ぐらいかけてやるから、まあ、本当にちょっと急いでる朝はちょっときついんですけど、夜ねパジャマを着る時とか、でその後のめちゃめちゃ褒めるのもね大変なんですけどね。すごいねって、自分で着れるようになったんだねって言ったら、すんげえなんか調子に乗った顔してたんですよね面白い。
それを見てるのが私は面白かった。結局やつは朝までそのパジャマ逆のまま寝てた。だから直してあげてって言ったじゃんって私旦那に言ったんですけど、さりげなく直すんだよそういう場合はみたいな。それ前と後ろ逆に寝たら苦しいじゃんとか思って、なんか旦那的にはあの直しちゃいけないと思ったらしくて、朝までそのまま寝てた。お風呂入っても髪は自分で洗うって言うから、私と昨日入ったんですけど、洗わしてたら洗った瞬間に「あ、目が目が」って言い出して、自分でやりたいのか目が痛いのかどっちなんだよみたいな。面白、私あの基本的に育児楽しむ人なんで。でこれなんかヤクルトのねお姉さんが来てさ、休みの日たまたま朝もね、家にいないから週1ぐらいですか、その週1に来たんですよ。でうち次男も一緒にいて、何歳ですかって言うから、あそのお姉さんはすんごいあれあの職種間違ってんじゃねえのぐらい美人なお姉さんだったんですよ。びっくりしちゃった。ハーフっぽいんですけど多分日本人なんですよね。えお姉さん職種違くね、モデルじゃねみたいなぐらい綺麗な人だったんですよ。まあうちあの家いつもいないから宅配は頼めないんでって言って断ったんですけど、あとうちの子たち牛乳を、まあ、腹壊すんじゃないかぐらい飲むから、これでヤクルト飲まれたら大変なことになるんですよ。牛乳にミロ入れて飲ましてるんですけど、2杯までだって、あちっちゃいコップでね、でかいコップの場合は1個までだっつって1杯までだって言って、めっちゃ飲むからバカだから、昨日長男お腹壊して、なんだね、体にいいもんも飲みすぎんと体に悪いんだよって。分かったって言ってた。あ、それそう、ヤクルトのお姉さん来てね。そう、うちも今2歳なんですよって言われて、で、私よく言われるのが、イヤイヤ期って大変じゃなかったですかって聞かれるんですけど、私そのイヤイヤ期ってよく分かんないんですよ。あの、長男も次男もなかったんですよ、イヤイヤ期っていうのが。私分かんなくて、ちょっとどれがイヤイヤ期なのか。でも多分分かんないってことはなかったんですよね。で長男はあのもろいい子に育ってたんで、生まれた時からもちろんなかったんですけど、次男はあるかなって一瞬あの思ってたんです、2歳の時に。いや、なんイヤイヤ期って何、全てを拒否するってことですか。なんかそのお姉さん曰く、なんか何をやろうやらせよう、やって、ん?やろうとしても全部嫌って言うんですよみたいなこと言って、女の子らしいんですけど、ああ私ごめんなさい、イヤイヤ期ちょっと分かんないっすみたいな話をしてさ、ヤクルトの話じゃねえじゃんみたいな。いや向こうも営業だからさ、多分そういう系の話をしてお客様と仲良くならなきゃいけないんだろうなって思いながら、あの話にはお付き合いしたんですけども、ごめんなさいヤクルトは取れないっす。いや私は好きなんですけどね、受け取れないんですよ、うち宅配は。そのだから生協の宅配もうちやってるんですけど、あ今日だ届くの、あの実家に届くようにしてあるんですよ。だから帰りに取りに行くんですよ、じゃないと腐っちゃうじゃないですかあれ。そう、昼ごろ配達されちゃうから、仕事をしてる忙しい方にもっていうなんか歌ってらっしゃるけど、昼ごろ届けられても昼にこの暑さで全て溶けてしまうみたいな。公開していきます、ちょっと長めにやります、裏面もやるんで。はい、ここが終わりました。表でひっくり5分ぐらいやって、裏ひっくり返して5分やってきました。外してます。私この雫型これ初めて作るんですよね。雫かわいい、かわいい。
ミルキーグリーン。効果が甘いな。じゃあグリーン。とこの2つは表面ちょっと効果が甘かったんで、ごめんなさい、もう一回だけちょっとこっちレジン塗って表面に硬化してきます。しずくちゃん可愛いじゃん。はい、表面綺麗にしてきました。全部やっちゃいました。あの曇ってないで、このネイルスタンプやりたいので、そしたらすごい綺麗になっちゃいました。しずく可愛い。私が一番初めに思ったのはですね、この雫に海塗りするのって難しいじゃないですか。でもこのネイルスタンプのここの海塗りのやつだったら雫にも海塗りができるんじゃないかなって初めに思ったんですよ、これを見た時に。この間失敗っていうか、失敗はしてない私てるよ、思いっきり。はあ、来たぜこの瞬間が。ネイルスタンプをするときはいつもド緊張ですよ、マジで。もうコツは学んだはずなんですけど、なぜかド緊張ですよ。まずマニキュアはケチらないでたっぷり入ってるやつを使う。はい、マジ本当ド緊張。でもちょっとやり直しが効くからいいや。あの下がマニキュアの場合はリムーバー使えないんですけど、私下レジンなんでリムーバーが使える、えへへみたいな感じですね。テープ、こちらは今日台風なんで店は開けてません。台風っていうか台風じゃないんですけど、風が強いんでちょっと危ないんですよね。ほら見えるんだよ、見える。でこっちの曲がり角まで全部押せるってことでしょ。これはさ、だって雫型に海塗りっていうさ、難しいじゃん。これならいけるかなと思ったの。いけた！すげえ。やべえ。やべえ、やべえ、やべえ、マジ、思ってた通りになった。雫で海塗りができた。ネイルスタンプを使えばな。やった、1個成功した。よし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 、私頑張った。やばい、これサムネにしたかったっていうぐらい超うまくいった。ほら動画見ない人でもサムネだけだったら見てくれんでしょ。何の話したんだっけ。ラジオ当たった話はしたよね。本当にあれだよね、話がぶっ飛んじゃってごめんなさいね、いろいろと。そうで、ヤクルトさんの話もしたよね。そう、超綺麗な人で、マジで本当にもう私そのお姉さんに見とれてしまったよ、ヤクルトよりもな。絶対モデルっていうかその辺の芸能人よりも綺麗で、2歳のママでしょ。超美人さんだった。こっちはね、
元気だったら私普通にその営業の人とかと話しちゃう方なんですよ。だってその日ね、確かね、あのね、部屋の掃除と戦ってた時だったんだよね。で、頭から足垂らしてたから、なるべくあの近くに寄りたくない、しかもこんな綺麗なお姉さんのそばにみたいな男かお前みたいな。いやー、できた、雫に海塗り最高じゃん。このネイルプレート、やべえ、この私がネイルプレートで自分で押して感動するなんてありえない。もういいよ、これで。あと3つ。嘘だよ。このね、海塗りのプレートのね、この周りにいる子たちが超可愛くて、この間それ使ってなかったんです。使ってないかったっていうか、海塗りやってたけど、確か動画なんで。他の子触ってなかったんですよ。でも他の子たちが可愛すぎて、このプレート。使いたかったんですよ。ごめんね、この音が嫌な人いるよね。私の声で書き消そうか。この間動画を見て思ったよ。私も嫌だったよ。どれ行こうか。マジ。どうしよう。やべ、この先考えてないんだよ。ヤシの木行こうかな。やべ、どうしよう。あ、フラミンゴ行こう。フラミンゴはピンク。はい、失敗した。ちょっと手袋してる理由言っていいですか。今日店開いてないっていうか、多分明日明後日は無理なんで、あの風が強くて強風だし、あの商店街もう全然お客さん歩いてらっしゃらないので、でちょっと爪が今ちょっとかなり汚いんですよ。私あの短く切りすぎてしまっているので、レジンが余計に生え取れないんですよ。なので手袋をしてるんです。ちょっと見せるにはあまりにもと思って。ただちょっと外してやっていいですか。ちょっと苦手なネイルプレートなんで、もうこのあとちょっとレジンは使わない、あとでコーティングぐらいしか使わないので、まあ、レジンが手につくのを防止するためでもあったんですけど、その爪が汚いのをどうしよう、皆さんに見せるのが失礼だと思って手袋してるんですけど、ちょっとネイルスタンプは苦手なので、ちょっと手袋取らせてもらいます。ごめんなさい。マネキュアをやらない人間なもんですいませんね。爪が汚くて常に短いんですよ私。そこにねレジンが入り込むとね、取るのに一苦労っていうか、もうね何日洗いまくってるんですけどね。フラミンゴ、ピンクの。やば、かわいい。やべ、見とれちゃった。
どうしよう、ヤシの木、モンステラ覚えたよ。緑、モンステラとヤシの木、ちょっといっぺんに行きたいな。モンステラしか行かない。よかった。超綺麗なんだけど。シージ見せるなって。ごめんね。嬉しくて。したら、こっちを。私営業の方とか、そうそう。つい話聞いちゃうんだよね。まあ、あんまり家にいないんですけど、いや、ほぼいないんですけど、週1と夜ぐらいしか。ただこの店もね、結構店の営業来るんですよ。かわいい。ちょっと一気にハワイじゃない、これ。ネイルスタンプうまくなったでしょ？ねえねえ、なったでしょ？聞こえた？今。なったよって。いやー、やっぱりあれだね。何事も諦めちゃダメだよね。諦めたらそこで試合終了だよ。すいませんね、元バスケ部なんで。ちょっとスラムダンクネタで。しかも古いっちゅうね。あ、安西先生ね、今のね。ビーチは取れたな。ビーチ。いちいち見せるなってすいませんね。感動してるんですよ。じゃあちょっとこんな感じでちょっといろいろ押していきたいと思います。あまりちょっと動画が長くなっても失礼なんで、私のこの拙いこのネイルスタンプの下手くそな頑張りながら今苦戦している姿をね、長々見せてるのも悪いので、そして早送りの仕方がわからないんで、ここで一旦切ろうかな。だってこれをしたらね、カビ、ちょっとね、人では嫌だ、やめたい、星みたいになっちゃった。じゃあこんな感じで押していきたいと思います。へへへへへ、楽しい。ネイルスタンプ押し終わりました。今日はネイルスタンプしか使ってません。色はダイソーさんの、下地ですね、全部、アクリル絵の具で
色をつけまして、一番下に引いてあるのは、ダイソーさんとかに売っている貝のちょっと穴が開いてたり割れてた貝を自分でクラッシュしたやつを引いた上に、今回はセリアさんで発売されたこちらのリゾートっていう、ごめんなさい、まだ綺麗にしてなくて、ネイルプレートだけでデザインしてみました。ちょっとこれネイルなんで乾かします。じゃあこの後まだキラキラにするから、はい、眉毛が乾いたのでレジンでコーティングします。で、このラメハードダイソーさんのラメが入ったレジン液でコーティングします。そしてごめんなさい、ちょっと喋れないんですよ。今、乾かしてる間に、前から見せていただいた方は知ってんと思うんですけど、歯が痛いって言ってたところ、今日予約が入ってたので、2回目行ってきて、ちょっと今、抜笑したので、綿を噛んでる状態なので、ごめんなさい、これだと喋れないので、見ててください。おや、これが喋んね。ちょっと今やっとるんだけど、多分聞き取れないと思うんで、ちょっと黙りますね。ラメハード、上乗ります。抜歯したんですけど、ちょっと、止血が、別に良くないくて、ちょっと急遽薬をつけたんです。何って書かないでもね、縫い付けたんですよ。それでちょっと止血ができてないので、まだ今綿をかんでいるんで、これ今精一杯なんです。今日予約が入ってかな。もう痛くないんだよ。痛い騒いだ時からは全然痛くなかったんですけど、ちょっともう抜いちゃった方がいいってことになったので、虫歯じゃないんですけどね、虫歯は私全部治療終わってるんで、もう銀歯かぶせてあった歯なんですよね。だから銀歯の中でちょっと弱くなっちゃってたみたいですね。歯医者はね、一回行くと私ちゃんと最後まで終わらせるんでね、まさかこんな痛くなると思わなかったよね、この間。ごめん、何言ってか分かんないね。もうまあ、雑音だよね、もうね、ごめんね、ここに。さっきね、車で今行ってきて、帰りがなくて、やべ、この後の動画どうしよう、つい仕上げようと思って。まあ、なんとかなるもんだね。何言ってかかないで、すいません。いつも何言ってかかないで、真っ白に言ってかかないで。へへへへへ。やべ、今麻酔が切れるのが痛くないですよ。鎮痛剤出してもらったしね。抗生物質も。子供じゃないんだけどさ、じゃあ今日は抜歯しますねって言われて、聞いてねーみたいな。でもあれやっぱ今現代すごいね。痛くない。何も痛くない。麻酔も痛くねえし、刺すとき。抜くときはさ、力ずくだけど全然痛くない。すごいね、今の歯医者って。私は子供の時なんかもう恐ろしくてしょうがなかったけどね。皮膚麻酔なんかなかったしね、あと正気麻酔、正気はやってないですけど、私は。よし、ラメハードで加工したので硬化していきます。いってきまーす。はい、加工、ダイソーさんのラメ入りハードのレジン液で上加工してきました。今ちょっと綿取ったんで今ちょっと喋ります。すいませんです、先ほどは。なんか結構長い時間綿噛んでなきゃいけない。綿の解剖もらったから、
あ、これ多分撮っちゃわないとな。動画撮り続け、途中だったから撮り続けなきゃ終わらないなと思って、無理やりやっちゃったんですけど、今ちょっと、血が止まってきたんで、撮っちゃいました。すいません、先ほどは聞き苦しくて。そう、ラメハードで加工したんですよ。で、この、サムネに、これ変えました。初めの用意してたサムネはこれをプレートだけだったんですけど、どうもこのピアスが、この曲面に海塗りをするっていうのは難しいじゃないですか、平面じゃないと。でもこのネイルプレートがあれば曲面も海塗りができるっていう感じなので、曲面の海塗り、ここに、なんだっけ、タツノオトシゴとか、貝とかもいるんですよ、ここに。このネイルブレードでたくさん使ってみた。カメさんもいるし。貝でしょ、タツノオトシゴ、両面に。で、こっちはピアスですね。穴開けて。で、ちょっと今、100均さんのシルバーのピアスがなかったので、これちょっと、私のお客様のやつをちょっと、拝借してきました。100均さんで売ってます。はい、これはピアスね。そしてのこっちはこんな感じでできました。色全部ダイソーさんの、アクリル絵の具で下地をつけてます。もうこのピンクのフラミンゴにやられましたね。で、ビーチっていう文字を入れたり、ライフイズグッド、ラブ、ビーチみたいな。カメさんも可愛かった。モンステラも良かった。すごい甘い感じにしたかった。これは本当にカメさんに意識して緑かな。後付けだろお前みたいな。そうです。サンゴもありますよ。よいしょ。この一枚でかなり遊びましたね。で、一応これは、裏面は、あれっすよ。私がいつも白い紙皿に乗っけてるダイソーさんの今年発売された、これがまだ残ってたんで、裏側はこれで貼っつけときました。で、上加工してあります。ってな感じで、今回はセリアさんの今年の夏、新ネイルプレートのリゾートっていう題名のネイルプレートで、いろいろ作ってみちゃいましたっていう動画ですね。ちょっと途中聞き苦しい点があって本当申し訳なかったです。痛み止めと抗生剤が出てるんで私は大丈夫だよ。今日も見ていただいて本当ありがとうございました。いつもありがとうございます。ちょっと台風がね、心配なんで、皆さん本当気をつけてください。こっちも、台風はかからないんだけど、強風が今すごいんですよ、外。なので、お車の方、車気をつけてください。徒歩の方はもちろん気をつけてください。ということで、皆さんで台風乗り切りましょう。台風が去ったら次は夏が来ますよ。以上です。見ていただいて本当にありがとうございます。やっぱりね、ネイルプレート苦手だ苦手だって言ってそこで終わらせなくてよかった。やっぱり練習すればなんとかここまで。まだこれは途中ですよ、修行の。諦めずに練習すれば、諦めたらそこで試合終了だよ、安西先生。じゃあ、ごめん、わけわかんないこと言って まだ勉強します、特訓積みます。見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。かわいい。かわいい。あ、喋り足んない。